はい、というわけでですね、今日は3回目のイルハートの命運が決まる回でしてね、まあ正直ね、イルハート的にはもう結構余裕だろうね思ってるんですよ。そう、噛んでしまうぐらい余裕だと思ってるんですけどいや、でもさ、そう、最近は歌出したりとかさ、こうね、結構ね、リズムができてきたと思うんですよ。そうそうそう、イルハートのね、結束力もなんかすごい感じますしね、なんか本当にこう、いろんな人にね、イルハートを支えられてると思ってね、もうどん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 ね、自信がついてきましたよ。いや、みんながイルハートを持ち上げてくれてる。今回も責任者から手紙をもらったので、それをね、読んでいこうと思います。イルハートちゃん、スタッフの皆様、お疲れ様です。この度、イルハート第一部巻についてご報告させて…第一部巻って何？待って、これはもしやイルハート第一部巻そして引退ということは、こうなったらあれだ、あれですよ、あのもう業界の裏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 まで暴露して、いやだって絶対こんなさ第二部とかやらない打ち切り漫画みたいなパターンじゃないですか。もうこの先なんてさ、もう辛いことしか書いてないやんけ。イルハートちゃん、スタッフの皆様、お疲れ様です。この度、イルハート第一部巻についてご報告させていただきます。と言いますのも、現状イルハートはファンボックスやブースなど皆様のご支援により成立しておりますが、現在もろもろのイルハートちゃんスタッフの状況により、それを満足いただける状況にないと判断したため、一度第一部巻とさせていただきました。イルハートちゃんスタッフには秘密の特訓をしてもらい、本年12月頃に第二部を開始したく思っております。これはセーフなんですか？ってか秘密のことないですか？あれです、あの12月の第2部開始の時に魂が変わってたとか、そういう劇的展開みたいなのじゃないですよね？いいや、あのプラスに考えるなら、プラスに考えるならね、こう多分ね、新しいイルハートをこう見せられる、こう なんていうの、なんかチャンスみたいなことですよね。でもあれですよ、それまでイルハートはどうやって食っていけばいいんですか？いや、今更そんな面倒なことできるかい！はぁ、でもなぁ、そっか、したらしばらくは節制生活になりますかね。え？おぉ、ほんとだ、確かに。ですね、引き続き Twitter とファンボックスの活動は行っていくためご贔屓ください。え、それはやるんだいや、まあ、あれですよね、この様子ならこう永遠に始まらない第2部みたいなことにはね、なまならなさそうな気もしますけど、なんだ、なんか秘密特訓に関しても書いてある。
イルハートちゃんやスタッフに課す秘密特訓を。待って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 、ストップ、交流ではない。いやー、でもなんだなんだ、なんか不思議な感じにはなりますけれども、なんかね、第一部感感、うんうん、そう、うん、まあ、うん、そうだね。コメント出てこなかった。いやー、でもなんかなんとかね、こう無事に第2部につなげられそうなのでね、まあなんか良かったなというか、嬉しいなというか、安心した気持ちが大きいですね。今は本当にありがとうございます。なんか手紙にも書いてあったけど、やっぱりファンボックスのなんか皆様のご支援であったりとか、あとはね、そのブースでグッズを買ったよって言ってくれる人たち、皆さんのおかげでね、イルハートをこうして、まあ、第2部につなげられる可能性があるとのことでね。いやー、なんかこうしてね、まあ、この長いようで短いようで長いような期間をですね、まあ、こうしてなかなかこうグラグラしつつもね、イルハートがね、まあ、私が楽しくね活動していけてるのは、こうして今動画を見てくれてたり、ツイッターでねこうリプをくれる皆さんのおかげであると思っておりますのでね、まあ、まあ12月頃のね、まあ再スタートというか、こうレベルアップ、バージョンアップしたねイルハートをね、またお届けできるように頑張りたいと思いますので、皆様それまで忘れないでください。忘れられないように、忘れられないように、ツイッターは毎日更新したいと思います。はい、ということで